ニュースポストセブンです。巨額の費用がかかるようです。10月に31歳の誕生日を迎えた小室圭さんと眞子さん。小室さんがニューヨーク州の司法試験に合格し、出産について考え始めているようです。ニューヨークでの出産費用について、アメリカの出産事情に詳しい産婦人科医に聞くと、通常分娩なら検診込みで220万円、帝王切開となると300万円が目安。加えて眞子さんの場合はセキュリティ万全の VIP 病室に泊まったり、国費出産チームに特別に動いてもらったりと、あまたの必要経費が発生するはずですと説明しています。ニュースポストセブン。